すごいすごいすごい。基本的に開けば OK なんで。そうです。はい、大きいね、今のはもう今頃一番大きいのかな。そうですね。さあ、血糖症落ちしに行こう。血糖症血糖症、はい、血糖症。え、これひょっとして寺田さんが持ってきてくれはった？寺田さん、はい。イエーイすげえ。あのアメリカのハーレーから寺田さんで美味しいの持ってくんや思われるで。いや、それ絶対牡蠣より高いって。ええー。あのソースもね、あれ多分美味しいと思うんで、あれもちょっとよかったら。はい、これが馬刺し。ステーキソースなんですよ。いや、霜降りやん。もう割れたもん。トランクなんかえらいことになって、昨日一本のトランクなんかで割れちゃったんで、朝まで気づかなくて、素直にしてて、昨日の晩買いに行ったやつを、あ、女房買いに行って、僕ちょっと刺す出来があるわけで、くるっと一周だけ回ってガスに、で、朝まで気づかずに、今日なんか肉って思うから、くっさっ、なんで一本割れてて、うわ割れてるじゃん。あ、動画撮ってきますね。はい、はい、ありがとうございます。ビデオ撮ってきますんで、どうぞ映って。あ、ありがとうございます。はい、すごいね、買い方。あれ、それ全部牡蠣？今日ね、30キロ仕入れてきて、10キロは来れなかった人にあの送ったんですよ。すごい。はい、同時で、はい、まずから最近汚れに行きます。いや、でも間違いなく見た目が美味しいと思う。種類、多分4種類違う種類なんですよ。違う部位で、違う4種類とか。あ、はじめまして。あ、はい、はじめまして。まあ、走りのマスターです。白いカレー出してます。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは柿？はじめまして、マッハスルのマスターです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これが焼き鳥のやつ。うわ、すごい。ビデオ、すごいな。もうこれタレかかった方がいい。マジでマジで美味しそうなんだ。タケさん、その真剣な顔大好き。小さいってもっと大きいのもの。渡辺さんが牡蠣がこんなに好きだと。大好きなんですよ。今年、2回目、3回目かな。だから、まあ、牡蠣大好きやな。もうこのぐらいの時期になると俺ら飽きてるんですよ。ああ、なるほどなるほど。ただね、一番大きい。はいはい、はい、どうぞ。